はい、どうもー、毎日パチプレ140回目でございます。よろしくお願いします。さあ、それではまずはコメントのコーナー。本日一件いただきました。もちろんゆなちゃん、ありがとうございます。また行きたいなーということですね。ありがとうございます。一度ね、来ていただいて、その時のことをすごく覚えてくれてるんでしょうね。また僕の毎日ポチ見てたら、わあ、またポチ見たか行きたいなーという気持ちが出てくれたという、もうそのコメントがすごく嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それではですね、本日皆さんにお伝えしたいことはですね、昨日、追い込まれる時こそ成長するという話をしたと思うんですけども、じゃあ追い込まれた時にどういうふうに成長するかをですね、詳しくお話ししたいと思います。まずね、追い込まれて、よし、じゃあ成長するぞと言っても、何か行動しなければ成長もちろんありません。追い込まれて、何かしないとと、今までの、このルーティンというか、習慣を変える以外は、自分のですね、成長というのはありえないんですね。例えば、いつもですね、夜の12時に寝て、朝ですね、9時に起きる人。じゃあ、これをですね、ルーティンを変えて、もう1日9時間寝るところを、じゃあ6時間にしようと。そしたら12時に寝て朝6時に起きると、そしたら3時間浮くわけなんですね。24時間中3時間浮いたら、この3時間で勉強をするでもいいし、この3時間で運動をするでもいいし、この3時間で何か仕事をするでもいいし、まあ、いろいろできるわけですよ。こうやって今まで生きてきた習慣を変えて新たなチャレンジをすると、そうすると成長というのは飛躍的に伸びます。まあ、僕もそうですけど、毎日いつも日々の習慣が正しいとは一切思ってません。もっといい習慣あるんじゃないか、この時間帯に寝てこの時間帯に起きると一番いい目覚めになるんじゃないかとか、毎日ですね、本当に考え続けてます。なので、安定した毎日ですね、習慣というよりももっとさらによく、いい状態で、目覚める、いい状態で、運動ができる、いい状態で仕事ができるためにはどういうふうにしたらいいのかと、テレビをずっと無駄に流しているよりも、テレビじゃなく本を読もうでもいいですし、携帯をいじくってる時間、 YouTube を見てしまってる時間、この時間っていうのは生産性高いのかな、いや全然薄いなと、それではこの時間帯にじゃあ違うことをしようとか、いろいろ選択肢がある中で習慣を変えていく。そうすれば自分の成長というのは手にできるし、もちろんそれが失敗したところで、こうなったら失敗するという成長が得られるので、そうやって人はどん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 成長していく、どん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 なりたい自分になっていくと思うんですね。もちろん努力なくして夢は叶わないと僕は思います。全部楽なことして叶う、そんな人生甘くないとも思います。でもそうやって叶えてる人もいないのかといったら、もしかしたらいるかもしれない。好きなことをやってたら、周りから見たらお前すげえ努力してるんやと思っても、いやその人好きだからやってますという人ももちろんいます。でもやっぱりみんなものすごいこう努力というのは間違いなくくぐってきてるし、その努力をずっと継続的にやり続けた人がきっと何パーセントかになる自分の夢に近づくんじゃないかなと思っております。なのでまずは追い込まれて成長する、もちろん成長するけども、その中でじゃあどうやって成長するのかといったら、習慣を変えてみようと、今までやってることやってないことをしてみようと、新しい人に出会うでもそうだし、いろんなことをチャレンジしていこうと、そうすれば人は成長すると思います。まさに僕も今成長している段階です。この毎日ポジも140回やりましたけども、これも今までやってないものをやり始めて、毎日のルーティーンにして、そしてようやく今140を積み重ねることができました。これからもどん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 積み重ねて、少しでも多くですね、皆さんのちょっとでもポジティブになれるようなことをどんどんお伝えしていきたいと思います。ということで以上、毎日ポジティブ140回目でございました。ご清聴ありがとうございます。